テレビ CM に見かける、着物買取のページを皆さんと一緒に見てみたいと思います。はい、こちらはですね、最近非常に、テレビで見かける CM の会社のホームページです。こちらの会社の買取事例と、引っ越し整理に伴いタンスに眠っていた多数の着物、買取金額30万2000と、続きまして、着用機会の減った状態がいい着物や帯、買取金額14万円。続きまして、ご家族が愛用していた複数の未着用の着物類、10万1500円で買い取りましたよということでした。この写真を見て、どう感じるかということなんですが、例えばですけど、この商品は何だというと、こちらは実はね、人間国宝の畑時雄さんという方の商品なんですよね。はい、でおそらく、これ1枚で30万2000円じゃないはずです。はい、識別不能なんですが、織物ですね。はい、でこちら品織の帯ですね。で、どうでしょう、品織に瓶型だと思われるので、いずれにせよ、30万14万10万で買い取ってもらえる着物ってどういうことなんだよということです。結論から言います。普通の訪問着を買い取り屋さんに売ったとして、1枚だいたい100円から500円ぐらいが相場だと思います。はい、じゃあこの着物は何だというと、こちらドン、畑時雄先生というね、こちらですね。はい、京友禅と加賀友禅、どちらの技法をも習得されて、友禅界の巨匠として名を馳せた人間国宝の方ですね。13、4年前に他界されていますが、いやまあそれはですね、素晴らしい作品の数々ですよ。加賀友禅の技法と京友禅のいいところを取り合わせて、非常に立体的に緻密に描くという、畑先生の技法ですね。畑先生の息子さん、昇さんが会社を経営されてて、お孫さんの畑時さんも一緒に、お品物を作ってらっしゃいます。こちらですね。はい、じゃあこの、はい、30万2000円で買い取られたと書いている畑時雄さんの訪問着が、この会社のホームページでいくらで売られているかということです。この金額ですね。はい、ページで、着物の訪問着から、畑時雄さんを検索したわけなんですが、これ値段が高い順にしてみようか。おお、森口加工さん、人間国宝ですね、同じく。森口加工さん、地層さん、おお、はい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 。あ、ここにありましたね。畑時雄さん。なので、おそらくこれも1枚で30万2000円じゃなかったと思われます。はい、複数枚出してこの金額じゃないかなと思われます。なぜなら、こうページを見たときに、畑時雄先生の訪問着で13万何がして売ってあるか。はい、大体こういうところの相場って、仕入れた金額の10倍から20倍ぐらいで販売するので、そういうロジックでいくと、これの買い取り金額は1万円ぐらいのはずなんだよね。まあ半分で仕入れたとしても6万円、うん、だとすると30万にならんわなという話ですよね。帯です、帯。さあ、帯がどうなってるか見てみましょう。人間国宝というカテゴリーで検索してみた高井順の帯、北村武史さん、人間国宝の帯30万8000円。すごいな。畑さんの染め帯7万8000円。さっきの品織の帯があるかどうかですかね。検索してみましょう。帯、袋帯。ここで値段が高い順にしてみましょうか。品織があるかどうか。まあ、やっぱ北村武史さん強いですね。この辺は、お、辰村ですか。辰村。お、全部辰村だな、これ。辰村でも8万8000円なわけですよ。うん。品織の帯が出てきませんね。お、これ、もや遺跡じゃない？お、もや遺跡。お、のりおさん元気かな。まあ、のりおさんからしてみたら、お前が元気かって言われそうですけどね。ここは、品織
品織で検索してみましょう。おお、品織でないんだ。じゃあ品布、布ということで検索、あ、ないんだ。じゃあ瓶型、瓶型、瓶型の帯であるかどうか。なあ、来ましたね。瓶型の染め帯、うん、14万5千。さっきの初先生の訪問着と同じぐらいですよね。はい。まあ、あと、このホームページにあるこの帯がいくらで売られてるのか調べられなかったということなんですが、よいしょ。例えば、有機紬で高いの調べたら、こんなのが出てきました。奥潤さんのまだ見仕立て品の有機紬とかですね。本間もんです。本場有機紬。手で紡いだ本間もんの糸を手で折っているタイプの本間もんの有機紬ですね。はい。これで25万2800円と。まあ残念ながら仕立てちゃうと着物の価値ってガクッと下がっちゃうんですよね。うん、これでランク B なんだ。ランク B ということは目立たない箇所に汚れやしみ、焼けがございますと。どうしてもこうやってると耳が焼けちゃうんですよね。うん、で、有機紬で仕立てたない奥潤さんので25万何がしということなんですが、じゃあ着物で紬でよいしょ。で、これで有機紬を探してみましょう。通常商品の有機で探してみましょう。ドン。はい。通常だと1万800円とかね。だからもう下仕入れ値は1000円ぐらいですよ、こういうのは。うん、反物の状態でこれだからね。はい。この辺なんか悪くないんじゃないかな。ほら、悪くないよ。単幅どうなんだろう。38cm。あ、大丈夫だな。さっきのですね、25万2000円。25万2000円。はい。まあ、何を言いたいかというと、大体買い取りって、まあ、この金額になるものなんていうのは、まあ、車で言ったら、ベンツ以上じゃないとこうならないってことですね。フェラーリとか。あのセラッティとかカウンタックっていう話の商品がここに載っているということです。はい。なので一概に着物を高く買い取ってもらえるというわけではないということですよね。うん、だけど CM 見るとやっぱ高く買い取りますっていう感じですよね。まあ無論実は安いんですっていう CM しないだろうけど、まあリサイクル系の店はこの時期商品たくさん集めるから、買い取り金額2倍とかいうのをやりますけど、と店頭査定、来店査定、身分証の提示、現金買い取りと。で、これうちにも来てくれるということもするんですよね。はい。でもなるべくうちに来てもらわない方がいいというような声をよく聞きますよね。はい。まあこの会社というわけじゃなくて、ね、押し売りならぬ押し買いっていうような社会現象が起きたので、なるべく来てもらわないで自分で持っていくことをお勧めしますが、着物を売りたい人ってどうしてもご年配の方が多いからね、大変なんですよ。ということで、この会社のホームページのここにあった金額の商品をネットで探してみたらいくらで売られてるかということを探してみました。はい。まあ結論から言うと、この金額は、まあ非常に、この商品をこの金額で買い取りましたっていうことじゃないということが分かりましたよね。はい、なかなかそううまい話はないもんです。はい。ということで、なるべくね、着物のまま着てもらった方が僕たちとしては嬉しいかなと思いました。はい。ということで、今日は、テレビ CM で着物買い取りのホームページを見て、実際の金額を調べてみた。という動画です。ありがとうございます。